マリモッコリは北海道のマスコットキャラクター。北海道、アカンコの名物、マリモを擬人化したキャラクターで2005年にお土産の商業目的で誕生。異例のヒットを記録し全国的に知られるようになった。マリモ2005年に土産物問屋の共和が日本の特別天然記念物であるアカンコのマリモにモッコリを引っ掛けたダジャレをもとにキャラクター化。 携帯ストラップの販売を始めた。発売当初は、その下品さから賛否が分かれ、北海道内のホテルの土産物売り場などで販売拒否されたこともあった。STB ラジオの番組、ときめきワイドで取り上げられてから、北海道内での知名度が徐々に上昇した。また、2006年のトリノオリンピック前にフィギュアスケートの安藤美希が、携帯電話端末のストラップに、 マリモッコリをつけていたことや、またアムロナミエが、ヘーヘーヘーミュージックチャンプに出演した際ハマっていると紹介したこと等から、テレビなどのメディアを通じて、日本全国的にも広く知られることとなった。2007年1月には、マリモッコリの実写版といわれるお笑い芸人の福島、勝重しする、重モもっこりが登場して、フラノ市を中心に活動中。また、 タカトシも、マリモッコリの着ぐるみを着て、跳ねるのと、ビラに一度出演している。2008年2月5日には、発売元の正式な許可の下、マリモッコリオフィシャルサイトオンラインショップかなやまがオープン。限定品として、金マリモッコリ、スーパー金マリモッコリ、金ヒグマリモッコリなどの取り扱いがあり、マリモッコリに関する新着情報も追事、更新している。 2007年12月27日にマリモッコリをテーマにした曲コリコリマリモッコリが北海道口にて600枚限定で販売。2008年3月19日にはビクターエンタテインメントより全国発売された。2008年3月26日にマリモッコリズというタイトルで DVD アニメ化された。マリモッコリが全国に展開していく中定番お土産として 高速道路のサービスエリアで地域版のマリモッコリの販売が行われるようになった。2008年11月には、ネクスコ東日本のウェブサイトにおいて1と17件のマリモッコリの通信販売が開始された。2009年8月には、北海道小樽市の観光物産展、山吹商店が発売元の許可のもと、マリモッコリオフィシャルショッピングサイト、小樽山吹商店をオープン。 2010年9月、ツイッターアカウントを開設した。2011年7月より11月まで、北海道の物産品を広めるための土産品広め隊の隊長として、全国のイベント会場で PR 活動を開催した。全国で発売中のご当地マリモッコリは、ストラップの他にチャームやボールペンなども販売されている。四国湖や旭川駅などで販売されている。 マリモッコリメモ帳や、マリモッコリ T シャツ、マリモッコリライター、マリモッコリトランクスなどの関連グッズがある。共和が承認した動画キャラクターでは、千葉県の豆モッコリ、長野県のモッコリンを、沖縄県のベニ、イモッコリなどがあり、各地区限定で販売されている。また、あオモッコリ、モモモッコリ、おっぱいんなど他県にもアがいる。それぞれが、 特徴的な格好をしているが、一部を除いたほとんどの商品がマリモッコリと同じ表情をしている。多くの種類があるが、下ネタであるがゆえに、モチーフとなる対象によっては、批判を受けて販売中止になった例もある。奈良市と鎌倉市で販売されていた大仏モッコリは、東大寺の講義と販売停止の申し入れを受け販売が中止された。一方で、 長崎市で限定発売されているザビエルモッコリについてはザビエルの兄ミゲルの子孫であるルイス・フォンテスが軽蔑されているわけではないとコメントしている北海道出身のバンドトライプレーンとのコラボレーション商品のトライプレーンモッコリはトライプレーンモッコリストラップトライプレーンモッコリキーカバートライプレーンモッコリステッカーの3種類があるありがとうございます